はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回もですね、リクエスト占いになります。大谷翔平選手の通訳一平さん、違法賭博報道の真相を占う第3弾お届けしていきたいと思います。はい、この問題ですね、もう終わりが見えないというか、いろんなね、人物であるとか証言が出てきて、もう何が何やらわからない、そういう風にね、なってきてるんだけれども、しかもですね、ここに来てですね、なんと、一平さんの経歴詐称がですね、出てまいりまして、はい、一応ですね、名門カリフォルニア大学のリバーサイド校かなを卒業というですね、まあ、経歴で長年いらっしゃったんだけれども、それがですね、どこだったっけ、週刊誌の取材で嘘であるということが発覚しまして、一平っていう風にですねなったんですけれどもね、これはね、だって長年ですね、その経歴で、まあ、平気な顔してね、こうインタビューとかね受けてたわけでしょ。怖いよ一平さんね。で、一応ですね、このね、違法賭博報道の真相を占うシリーズ第1弾で一平さんのこと詳しく占ってるんだけれども、なんていうの？結構ね、タロットちゃんが辛辣なカードをたくさん出してきまして、もうあまりにもひどいから、いや、それは言い過ぎでしょって思ったんだけれども、この経歴詐称の話を聞いて、あ、なるほどっていうふうにですね、ある意味腑に落ちてしまったというか、うん、タロットの答えが、まあ、あながち言い過ぎではなかったんだなっていうことをですね、分かってしまって、それはそれでね、タロット、すごいなっていうふうにですね、思ったわけなんだけれども、はい。で、まあね、今回ですね、またね、いろんな情報がコメント欄からね、教えてもらいました。皆さんありがとうございます。ぜひですね、私も知らないことが多いので、コメント欄でね、たくさん教えてほしいなというふうに思うんですけれども、でね、今回ですね、占っていくラインナップはこういうふうになっております。まずですね、水原市のペット事業ですね、どうもですね、ペット事業を始めようとしていたらしいんですよね、水原夫妻が。うん、で、その件と、まあ今回の件ですよね。資金が流れていた可能性があったりですとか、あとは、こう、その事業にお金がいるから、お金を増やそうとしたとか、なんかそういうことをね、あるんじゃないかな、っていうふうにおっしゃってる方がいらっしゃいましたんで、そこら辺ね、占っていきたいと思います。まあ、でもね、ソースが見つけられなかったのよね。水原一平ペット事業で引いても何も出てこなくて、インスタにも載ってなかったので、もう消されたのか、どうなのかわからないんだけれども、一応ね、タロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。で、次ですね、大谷選手マネーの管理をめぐる陰謀はあったのか、つまりですね、まあ、はめられた可能性があると、はい、いうところありますので、それをね、気になるよって方いらっしゃいましたんで、そこら辺もね、見ていきたいと思います。で、最後でございますよ、このね、人でございますね。知らないよって方もいらっしゃると思うんで、詳しくね、説明しますが、マシュー・ボイヤーさんって方がいらっしゃるんだけれども、この方がですね、一平さんが賭けをしていたサイトのオーナーらしいんですよね。もともとなんていうのかな、ギャンブル依存症でいらっしゃって、で、そこから構成して、賭けサイトを始めた、ブックメーカーっていうのかな、間違えたらごめんなさい。うん、そういう風な賭けサイトを始めたらしいんだけれども、いや、もうギャンブル依存症で苦しんだったらやめなさいよっていう風にですね、思ったんだけれども、まあその話はね、置いといて、このマシュー・ボイヤーなる人物がですね、どうも、キーマンとして浮上してきてるらしいんですね。で、この人は、アメリカでもマークされてるらしいです。ですので、まあ、タロットちゃんですね、このマシュー・ボイヤーさんって方がですね、どういう人なのか、それも聞いていきたいと思います。ではですね、早速見ていきたいというふうに思うんだけれども、まず一つ目、水原夫妻のペット事業でございますね。はい、今回の件関係あるのか、それ聞いていきたいと思います。ね、これのソースが見つかったらよかったんだけれども、うん、見つけられなくて、なかなかですね、その、水原さんのペット、チワワが2匹だったっけ？チワワが3匹だったっけ？忘れたけど、なんかそういうのはあったんだけれども、なんていうの？ペット事業を始めようとしてたとか、そういうのはですね、出てこなかったで、まあ一応タロットにね、どうですかってことだけ聞いていきたいと思います。ね、どうなんだろうね、関係。あるとしたらですね、
ねえ、そんな事業にお金がいるなら普通にこうねえ翔平くんに言ったら出してくれそうなもんだけどね。そこら辺見ていきたいと思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、なるほどね。わかりました。じゃあね、じっくり読んでいきたいと思うんだけれども、良くないカードがたくさん出てるんですね。で、こちらの審判のカード、逆なんだけれども、これ報われないとか過去の失敗を引きずるとか、そういった意味があるんです。で、こちらもペンタクルの6の逆なんだけれども、報われないとか、あとは採算が取れない事業を切り離せないとかね、儲からないと分かってるのにやっちゃうとか、なんかそういう感じが出てるんですね。ですので、このペット事業あったとするのであれば、一つのきっかけとしてあったのかなというふうに思いますね。この賭け事を加速させる一つの、まあ、きっかけとしてね。で、なんでそう思うかっていうと、ここでソードの9なんですね。で、これが誰にも相談できずに思い悩むって意味があるんですよ。ですので、誰かに相談したりして、こうやっていけばいいのに、自分だけで何とかしようとしてる感じが見えるんですよ。ですので、わあ、もうどうしよう。儲からない。でも、こう、ソードの9がだから出てるから、自分で何とかしなきゃっていうふうに思って、で、どんどんお金が、借金が膨らんでいった。そういう可能性は、このペット事業が本当にあったとしたらよ。一応ね、言っときますけどね。ソースが見つけられなかったんで。でも、一応関係としては一つあったのかな、というふうに思います。ただ、それは一つのきっかけに過ぎなくって、このね、ソードの6が出てるから、結局ね、やっぱりそれじゃダメだって違う方向に切り替えてる感じがあるんですよ。ですので、一つのきっかけのものとしてはあるかもしれないんだけれども、後々、本当に借金が膨らんでたのは別の要因だっていうふうに言ってるところが、タロットの答えではあるのかなというふうに思いますね。はい、ではですね、1個目の質問に関してはそんな感じ。では次ですね。大谷選手マネーの管理をめぐる陰謀はあったのか、それをですね、聞いていきたいと思います。よいしょ。そう、陰謀論だけれども、要するにはめられた可能性があるのか、それを聞いていきたいと思います。ねえ、だって大谷選手のね、マネーってもうすごいからね。1015億だよ。使い切れないよ。人生何周したら使えるのよってくらいのですね、まあ、お金でございますから、庶民の私にはですね、目もくらむような大金なんですけれども。ねえ、昔ね、私銀行に勤めてたことがあったんだけれども、それの、一環で10億円を見たことがあるんですが、10億円ってすごいよ。なんかもう本当に、もうこのタロット、のシート以上のデカさで、厚みもこれくらいあったかな。もう何年も前だから忘れたけど、あって、うわ、10億とか盗めないでしょ、こんなに重たかったらっていう風にね、思ったことがあるんだけれども、ねえ、10億で見てもね、もう本当、うわ、すごいと思ったから、1000億なんて現金化したらどうなるんだろうね。びっくりしますね。はい。まあ、そんな感じでございます。そんな話は置いといて。ではですね。やっていきましょう。よいしょ。はい。では、リーディングしていきたいんだけれども、微妙だな、微妙、半々って言ってます。ですので、おそらくね、このカードの並びを見るに、陰謀自体はあったのかなっていうふうに思いますね。あったんだけれども、その陰謀を仕掛けた人物が思っているところまでは計画が進まなかったって感じがあるのかなっていうふうに思いますね。というのが、カップのページの逆だとか、ワールドの逆が出てるので、これが出てくるってことは、中途半端に終わるとか、甘い考えで終わっちゃうとか、なんかそういう
考えじゃないや、意味があるんですよ。ですので、それで行くのであれば、なんていうのかな、大谷選手のもともと持っている運とか、昔からの人脈によって、ある意味、事前に食い止められた、そこまで深いところまで大谷選手マネーに食い込まれたりとかするところまで行かなかったってところがね、あるのかなと思います。まあ、とはいえね、6億持ってかれてますから、6億って、どうなの？少ないの？多いの？っていうふうに思うんだけれども、まあ、タロットが言うには、その陰謀を企ててる奴らの思ってるところはもっと深いところまで食い込みたかったんだと。でもそこまでいかなかったんだってことを言ってるのかなと思いますね。いろんな意味で水原氏の、まあ、脇の甘さであるとか、その仕掛けた人物の考えの甘さがここまでの食い込みで終わらせたってところがあるのかなっていうふうに思いますね。はい。ではですね、2個目の質問はそんな感じ。では3個目ですね。さあ、今回の目玉でございます。マシュー・ボイヤーなる人物が、一体タロット的に見てどういう人物なのか。それをですね、聞いていきたいと思います。出たよ、マシュー・ボイヤーって感じだと思うんだけれども、皆さんね、多分ね、検索したら出てくると思います。マシュー・ボイヤーさん。スキンヘッドのね、白人さんなんだけれども、うわぁ、インパクト強っていう風にね、私見た時思ったんだけれども、そのマシュー・ボイヤーさんがですね、一体どういう人物なのか、それをですね、ちょっとタロットさんに聞いていきたいと思います。さあ、どういう答えを返してくるのか、意外といい人だったりして、いい人なわけないか、どうなんだろう。一応ね、ギャンブル依存症から脱却して、ギャンブルサイトを立ち上げたことですから、どうなんだろう。どう表現したらいいんだろう。わかんないんだけど。ちょっとね、そこ見ていきたいと思います。わぁ。よいしょ、よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、タワーかー、タワーまた出たか。はい、確かね、前の水原氏の時もですね、タワーが出たと思うんだけれども、タロットちゃん辛辣ね。人物像でタワー出してきたらもう本当にもうどうしようもないよというふうに思うんですけれども、まあね、ゆっくり読んでいきたいと思うんですが、はい、タワーの逆が出ておりまして、これが出てくるってことは、混乱を招くトラブルメーカー、そういうですね、側面が強いというふうにタロットは言っておりますね。で、同時にあのね、トラブルメーカーではあるんだけれども、同時に自由な人でもあるんですね。で、どういう意味で自由かと言いますと、しがらみから解き放たれている人物なんですよ。いろんな意味で。ですので、まあ、さっきも言ったんだけれども、ギャンブル依存症から自分自身は更生して、そこから、ギャンブルサイトを立ち上げた人物なわけなんですが、多分ね、そこでいろんな意味で吹っ切れたんだと思う。もう俺に怖いものはねえぜ、みたいな。もう何でもやってやるぜ、と。ギャンブル依存症で苦しいんだけれども、やってやるんよみたいな、なんかそういう、いろんな意味でそういう倫理観とか、こう、そうだよね。マナーというか、まあ、倫理観だよね。こんなことしちゃいけない、あんなことしちゃいけないとか、なんかそういうのが、あんまりない人物なのかな。いろんな意味で自由、良くも悪くもっていう感じがあるのかなっていうふうに思いますね。で、この真ん中のカードが非常にですね、興味深いんだけれども、皇帝のカードと、ペンタクルのキングのカード、これがね、背中押しで正位置逆位置と出てるんですね。で、あのね、いろんな意味で成功してる人物ではあります。で、リーダーシップもあるし、あ、子供の声が入っちゃった、ごめんなさいね。ちょっと、はい。で、なんだっけ、そう、これ。ペンタクルのキングも出てます。で、何の話だっけ、忘れちゃった。あ、そうそう。いろんな意味で成功はしてるんだけれども、ペンタクルのキングの逆が出てるってことは、いろんな意味で、能力があんまりないんですよ。成功はしている、しているが、それを維持するだけの能力はなかったりだとか、
能力がないにもかかわらず、もっと上を、もっと上を、もっとお金が欲しいんだっていう風に欲深くなっちゃう、そういう性質を持っている人物なんです。ですので、成功はしてるんだけども、それに満足しないっていう感じかな。それでどんどん能力がない。例えば、そのね、賭けサイトやりたいんだったら、いろんなね、アメリカの州法を勉強したりとか、この人物は引っ掛けちゃいけないとか、なんかそういうのあるじゃないですか。でもそういうところまで頭が働かない、そういう人物なのかなというふうに思います。ですので、そこら辺がトラブルを招いて混乱を招く、そういうところなのかなと思いますね。いやー、まあ、集合いやし、ちょっと一回深掘りしないといけないなというふうに思いますけれども、ぜひですね、他にもね、聞きたいことがあったら、どしどしコメント欄に書いてください。お待ちしております。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよって占いとございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。